平野古墳群平野古墳群の一平野古墳群は奈良県柏市平野にある古墳群。一基が国の史跡に指定され、二号墳管台が柏市指定有形文化財に指定されている。奈良県西部、明神山から派生する低給料場に映像された古墳群である。これまでに六基が確認されている。現在は三基のみが依存し、それら三基において調査が実施されている。 古墳群のうち二号墳は主体部の埋葬施設を横穴式石室とする。全長約10.6メートルを測る大型石室であり、北葛城地域の終末期古墳では最大級の規模になる。石室の一部に二条山行海岸が使用される点、灌外として土星の戦受け台が使用される点で特色を示す古墳になる。二号墳に続く。 塚穴山古墳は主体部の埋葬施設を横口式せっかくとする。すべての部材を二条山業界岸の切り石とする。せっかくとしては最古級の霊であり、天皇、皇族級の墓として注目される古墳である。この平野古墳群は古墳時代終末期の七世紀代の映像と推定される。当地では前時代の古墳の築像は知られず七世紀代に、 突如として営まれるようになった古墳群であるが、各古墳の様相の秀逸さから被壮者としては、王族級の人物、特に、美達天皇系王族の知能を一族とする説が挙げられている。また、横穴式石室から横口式石格への変質を覆うことが可能な古墳群であるとともに、付近では二次配寺跡があり、 同一の造営氏族による終末期古墳と古代寺院の平存例としても重要視される古墳群である。塚穴山古墳の古墳域は1973年に国の史跡に指定され、二号墳寛大及び古墳群関係文書が2004年に柏市指定有形文化財に指定された。現在では塚穴山古墳は史跡整備の上で、 平野塚穴山古墳主席公園として公開されている。石像宣告、阿弥陀如来座像平野の車塚古墳に関するカテゴリー。ありがとうございます。